はい、皆さんこんにちは。今日は皆さんには、シングルレッグデッドリフトっていうのをやっていただきます。片足のデッドリフトですね。で、早速いきたいんですけど、まず片足でバランス、右足左足どちらからでもいいです。で、上げた方の足は、まあ、できるだけちょっとこう曲げたような感じでリラックスで、このまま前にお辞儀をしていくんですけど、この時に気をつけてほしいのは膝をできるだけ曲げないように、膝を曲げないようにプラス、背中を丸めないように。背中丸めちゃうとね、負荷が逃げちゃったりするんで、必ず目線を前に残しながらお辞儀で戻す、お辞儀で戻す。でお辞儀した時に背中がまっすぐっていうことと、このハムストリングス、太ももの裏にしっかりストレッチがかかるっていう、意識でやってください。で一回一回ですね、この上げた時に足をね、反対の足バランス取りづらかったら反対の足は地面についちゃっていいです。でまたやり直す、ついて、できる人はもうそのまま足をつかずにやってください。これバランスを取りながら、これはもう自重のトレーニングでもすごくバランス感覚に特化したものでもありますし、バランス感覚を鍛えるっていうのと、ハムストリングス、足の筋肉を鍛えるっていう意味でもすごく効果的なトレーニングです。でハムストリングスは基本的にはこの足の裏を鍛える種目なんですけど、サーフィンにはすごくこの後ろ側、この背中もそうですし、お尻も、太ももの裏を使うっていうのも、すごくサーフィンにとっては効果的なトレーニングになります。なのでぜひ皆さんもシングルレッグのデッドリフト、だいたい45秒から、1分、片足ですね、ずつを、2から3セットやっていただくといいかなと思います。ぜひ皆さんもこれをやってサーフィン上達してください。ではまた。